はい、こんにちは。ハートワンビンテージギターズでございます。2017年で一発目の動画撮影ということになりますかね。はい、はい、今日もサウンドをチェックしてくれますんでご期待ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、格調高いのが早速来ましたね。これかっこいいですね。ゼマイティスですね。はい、メタルフロントですね。光ってます。光ってますね。かっこいいですねこれ。はい、まあそんなわけでですね、これで92年生になりますね。まあアメリカの方が、まあ、トニー・ゼマイティスさんにオーダーされたようなみたいですね。まあ、メタルフロントということで、まあ、おなじみダニー・オブライエンのエングレービングがこう、まあシンプルですけれどね、まあね、この辺までギラギラっていうのが入ってるのもありますけれど、まあこういったこの辺までですね。今ね、この辺までのタイプの復刻もされてるし、まあ、かっこいいですよね、シンプルで。まあ、ここに92って書いてあったりとかしますけれどね。この辺も手彫りですね。はい、まあ、ピックアップリングもね、かっこいい、この手彫りね、すごい。でダニー・オブライエンさんのエングレイブドバイダニー・オブライエン、ちゃんと入ってますこれ。素晴らしい。はい、素晴らしいですよこれ。とにかくもう見た目がかっこいいんですけれど、まあこれピックガード開けたりとかするとですね、もう本当に手作り感満載のこの、はい、ボディマンガニーですけれどなっておりましてですね、まあね、うちの先輩のね、シークレットファクトリーの、まあ、キャップなんかに言わせるとですね、まあ、ネックジョイントがもうこの辺までこうグワッとこうグワッと入ってるんですよね。これちょっと見えないんですけれど、はい、まあ、それによってその鳴りですとか、まあ、その辺なんかもやっぱり素晴らしいものがあるとこう言うんですけれど、まあ、確かにね、これ音出してみると、ね、こういうスタイルのギターにしてはね、サスティーンなんかもあったりとか、素晴らしいサウンド、はい、繰り出してくれるギターなんですけれど、まあ、見た目も素晴らしいし、ね、サウンドもっていうところなんですよね。まあヘッド部分ですね。まあこのスタイルですね、なんか頭のところにこのひし形のあれがついてなくて、まあ、これ一発のタイプですね。ロードの持ってるやつもこのタイプですよね。マホガニーも結構やっぱり上質のものを使っているっていうことなんですよね。まあ、サウンドなんかにもやっぱり影響を受ける部分ですけれど、まあ、全体的にねすごい綺麗なコンディションをキープしてますね。もうコレクションアイテムとしても最高じゃないですかね。この先ほど言ってた、そうですね、この、まあ、セットネック構造なんですけれど、まあ、ちょっとねこの境目とかね、こういう感じ、はい、スルネックじゃないですか。そうなんですよ。はい、ちょっとねサウンドはぜひこれ聴いていただきたい一本でございます。